皆様本日はようこそお越しくださいました。私は、島根県立石見美術館で学芸員をしております広田と申します。本日は、コンサートに、ご来場いただきありがとうございます。このコンサートは古典調律で奏でる音楽というふうに題しまして、ミューシアの第18回目という位置づけで開催しております。でこのミューシアというのは、石見美術館とそれから石見芸術劇場と のコラボレーション企画として、続けているものです。美術館と劇場、ミュージアムとシアターという言葉を掛け合わせてミューシアというふうに呼んでおります。で本日は今美術館で開催しております企画展交換するモダン機能と装飾のポリフォニーの関連イベントとして開催する音楽会です。この展覧会は1910年代から30年代のデザインの動向をご紹介する展覧会なんですけれども、今日はその当時の音楽を皆さんにお聞きいただいて、音楽の方面から当時の様子を想像していただこうと、そういう趣旨で開催をしております。それでは第1部は調律師の方とそれから古典調律について、少し、お話しいただこうというふうな趣旨で開催します。早速ですけれども、出演者のお二人をご紹介したいと思います。本日お迎えするご出演者のピアニストの歌島正俊さんです。それからピアノ調律師の日野ひろしさんです。お願いします。今日はこの後第1部として調律師の日野さんと一緒に、古典調律について少し紐解きながら歌島さんがさまざまに調律したピアノを弾いて、皆さんに聴き比べをしていただこうと思っております。じゃあお二人どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ早速ですけれども、古典調律の方をちょっと、お話ししていけたらなと思っております。じゃあ、失礼して座らせていただきます。今スライドが変わりましたけれども、今日はその古典調律で奏でる音楽ということで、皆さんにお配りしているチラシの中でも少しこの、企画の趣旨を書かせていただいてます。展覧会で取り扱っている1910から30年頃っていうのはピアノは現代とは異なる調律でも弾かれていました。この異なる調律っていうのが、どういったものだったかっていうのを今日は、実際にご体感いただきながら少し感じていただけたらなと思っているところなんですけれども、古典調律と現代の調律とが、どんなふうに違うのか、まずはちょっと聞いていただくようにしましょうか。はい、じゃあ私もお願いします。はい、じゃあですね、こう調律について本当に細かく話していくととっても大変なので、まずはただ聞いてみてください。でこれは既存曲ではなくて、ちょっとわざと調律の違いが分かりやすいようにちょっと即興で弾きますので、ちょっとびっくりする音がするかもしれませんけど、ちょっとお聞きください。Thank you.
ということでちょっとお聞きいただきましたけども、これはリードオルガンですけれども、この、調律ちょっと途中でなんかこのオルガン音狂ってんじゃないのって思ったところがあったんじゃないかと思いますけど、気づかれました？割と気づかなかったかな。ちょっとね、これはミーントーンっていう、古い調律なんですけども、これ日野さん解説されます？はい、さっきね宇多島さん弾かれて途中で変な響きがあったと思うんですが、あれはこのミントンという調律はその全ての調が弾ける調律じゃなくて、調単6種類ずつの調で弾ける、だから全部の半分の調でしか弾けなくて、残りはもう全く使えない調律なんですけど、さっきは使えないところもちょっと少し使っていただいて、まあ、そういう調律ですね。とにかくこれがすごく古いですよね。ここに書かれてますけど16世紀ですね。で、ほとんど教会のオルガンがこれで当時調律されてたということですね。そうですね、うん、まあ、教会の賛美歌とかですから、ロマン派の音楽みたいにこうしょっちゅう調が変わってとかそういう感じじゃなくて、割と穏やかな調だったからだと思いますけど、ちょっと半音ずつ音の違いを聞いていただきたいんですけど、これ今普通のバッハのやつのイントロだけちょっとだけやりますけどね。この調でやると全然そんなに全然綺麗なんです。ですけどこれが半音上がると、なんかちょっと微妙じゃないですか。これじゃあちょっと半音ずつ普通に、和音を弾いてみますけど、ここちょっと外れた感じがします。ここはまた綺麗な、もう大丈夫、ここら辺は大丈夫なんですけど、ちょっと変な音がします。ここら辺はだいぶ変です。こんな感じになっちゃう。なんかオルガンというよりもなんかクラクションみたいな感じがしますけど。これお聞きいただいててわかるかどうかなんですけど、これ今鳴ってる音はワン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 っていううねりが多分ないですよね。でもこっちこれだとかなり細かくララ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 ラっていううねりがあるのが分かりますかね。ちょっとヨヨ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 ってこうなんかうねってる感じ、うねってるとちょっとね歪んだ感じがするんですけど、これはこの調で弾いてる時はうねりがないので、とても逆に言うと澄んだ響きがするということで、さっき日野さんおっしゃいましたけど、いくつかの、この音の高さで始まる音楽だったら綺麗に響くんですけど、ちょっと違うところに飛んだり違う鍵盤使ったりするとちょっとこう、まあ、汚い響きというかちょっとよれた感じになっちゃうんですよね。なんでこんなことになっちゃうんですかね、皆さん。どこから話しましょうか。そうですね。まあ、全ての今のピアノは、まあ、一番お客さんから向かって左のピアノは現代の一番多く使われている平均律という調律でされたピアノです、まあ、皆さん一番耳に馴染んでいる音だと思うんですけども、うん、そういう、一つの調律で全ての調が弾ける
調律ができるようになったのはバッハの時代なんですよね。でバッハの時代以前の中世からその教会とかで教会のパイプオルガンとかで調律されたのはさっきのミントーンで、このミントーンというのはさっき歌島さんも言われた通り、もう19世紀になっても教会ではずっと20世紀になってもずっとその教会では使われた、まあ、ヨーロッパの人はもう本当小さい子供の時からすごくもう体に馴染んだ響きということですね、うん、それで、次どこへそう、それでこれが特にこっちの一番向こうにあるのが平均率っていうにいわゆる今の現代の最もあれですね。でもそのバッハの時代の平均率というのとちょっと今の平均率はちょっと違うんですね。違いますね、うん、バッハの時代に今この資料をお客様にお渡ししていると思うんですけども、下から2番目のところのウェルテンペラメントというくくりのところでベルクマイスターという人が初めて一つの調律で全ての調が弾ける調律法を考えて、まあ、それでバッハは感激して今平均率クラビア曲集というのを一曲の中で全ての調が入っているそういう曲集を作ったわけです。それで、今日のこの真ん中のピアノはキルンベルガーという調律法なんですけども、これはバッハのお弟子さんが考えた調律法で、まあ、バッハもベルクマイスターの調律法で感激して、いろんな曲を作ったんですけども、自分自身でもいろいろ調律法を考えたりして、まあ、いろいろメモに残したりしてまして、それは今でも研究されて、つい数年前にもなんか新しいのが発表されたりしてます。それでこのキルンベルガーというのが多分バッハが使っとった調律にもっと近いんじゃないかなという、うん、調律法ですね。それで今日は、まあ、これを使わせていただいてますけども、うん、まあ、もう一回ちょっと戻ってですね、さっきの、ミーントーンっていうのとそれと一番極端に違う今の現代の方の平均率の方の差をちょっと感じていただきたいんですけど、さっきも言ったように このミーントーンだと音の高さ、始まる音の高さが違う調だと音の響きが変わってしまうっていうこと、もう一回ちょっと体験してください途中まででしたけど、でもどっかとちょっとこう割と綺麗に響いてる時となんかちょっと外れてるなみたいなところの差がこっちはどうしても出てきちゃうんですけど、ただそういう、すっごい外れてる和音ちょっと弾いてみてもらってもいいですか、うん、すごい外れてるのこの辺かな、うんうん、なんかこれはすごい綺麗に響いてると思うんですけど、なんか
よれてる感じが、うん、昔のあのカセットテープちょっと伸びちゃったやつ聞いてるみたいな、うん、ここだ、うん、なんとなくこれは極端によれてる感じがすると思うんです。これがだからいわゆる使えないところっていう風に、全く使えない、使えない、ね、これがおそらく教会とかでこの音使うとこのにおやおやおやっていう感じが空間に広がっちゃうので非常に汚い響きになっちゃったかと思うんですけど、でそれのいろんなことを解決するのでこの平均率、同じ和音を弾いてみてもらってもいいですか。そんなに変わんないっていうか、ただ音の高さが変わっただけでそのうねうねしたり綺麗になったりっていう差がなくなってますよね。だからこれがやっぱりその平均率っていう今一番ポピュラーになっている平均率の中でも特にきっちり数字で平均にしていただいた、もうまさにまさに本当に平均な感じの音率になってますね。それでそのじゃあそれ以前はどうだったかというと、まあ、こういう調律なんですけれども、これはまあ今ミントンではあのもう半分は全く使えない響きなんですけども、これはあの全ての調で弾くことができるんですけども、平均率みたいに全部が同じ響きとかではなくて、発見あのシャープとかフラットとかの記号の少ない発見をたくさん使う調ではミントンにすごく近い穏やかな響きで、黒鍵になるとあのちょっと平均率よりももっとあの緊張感のある、ただメロディーはすごく美しくなるという、まあ、そういう特徴がある、あの調律法です。で、まあ、こういう調律でバッハの時代からあの、まあ、モーツァルト、ベートーベン、ショパン、そういう、まあクラシックの主だった作曲家たちはもう全てこの調律法、こういう調律法で作曲して演奏していたわけです。で、ドビュッシーの時代になってようやくこの平均率がまあできたということですね。ちょっと試しになんですけども、じゃあショパンの あの雨だれっていう曲がありますけども、それをちょっとこれで弾いてみたいと思います。この曲自体はちょっとこの和音から始まるかちょっと濁るんですけれども、あのちょっとこれ同じ原曲のキーで弾くのとあと半音違って弾くのとちょっとやりますので、どんな感じでこれ音の違いがすぐ分かるかっていうとなかなか分かんないかもしれないんですけど、聞いた時の印象みたいなのがもしかしたらちょっとだけ違うかもしれません、ね、その触りのところだけ弾いてみます。ちょっとだけ濁ってるんですけど、あのこれ半音下げていくとキルンベルグはちょっとだけ あっちの方の澄んだ方の響きになるので、ちょっと聞いてみてください。もう一回やりましょうか。これね、もう一回やった方がいいです。
これ今の感じとちょっと時間を置かずにちょっとやってみますね。じゃあもう原曲のやつ。明るく感じませんかね、なんとなく。なんかもう雨が上がったというか、雨だれなんだけど、こう最初の方が確かに雨だれっていうか湿った感じなんだけど、なんかこう後の方がちょっと晴れた後かなみたいな感じがしなくもないみたいな。これ実際にこうやってそのキルンベルガーの場合はまだ少し腸によって少し差異があって完全に平均化されてはないんですよね。そうですね。やっぱりバッハの後ぐらいの時代っていうふうに言われてますけど、この頃別に今みたいにきっちりした周波数を測る機会があったわけじゃないし、調律師の耳で合わせてたんですよ ね、 そうですね、つまり体感で、はい、うん、なので人がやることですからちょっと揺らぎがあったかもしれませんし、でこれこっちでやってみると天気があまり変わらないということでこっちもやってみたいと思いますけど。高さが変わったけど、なんかそんなに空気が変わらないですね。これが平均率の、素晴らしいところでもあるし、こういう変な方が変になるつが腸によって変化がある方が面白いと思う場合もあるだろうし、で こっちはまあむしろいろんな曲に対応できたり、いろんなキーに対応してもその雰囲気が急に変わらないっていう利便性があって今やっぱり一番普及してるんですよね。ね、うん、でもこの2つの間にあるこの部分が今回の展示に関わるあたりに、まあまあこういう調律が全部混在してた時代ということではあるんだけれども、そうです、ねね、真ん中のそのキルンベルガーだったりっていう、はい、この調律で結構こう皆さんが知ってるようなショパンだったりベートーベンだったりはずっとまあ作曲してきたんですよね。そうですね。こういう調律でそれぞれのその調の響きをそのまあ生かした作曲をしたんじゃないかなと思います。うん、ね、なんか前にお二人の話を聞いててそうかと思ったのが、うん、この当時の調律でその楽曲を聴くことによってよりこう作曲家の意図が明確に見えてくる場合があるっていうようなお話を聞いて、それはいいなと思って、はい、今日の音楽会のことを考えついたわけなんですけれども、とはいえこう今一番普及しているのはこちらの平均率だということで、これがこんなに普及したきっかけっていうのはまあどういったことがあったんでしょうか。これやっぱり19世紀の半ばからもうピアノがどんどんたくさん作られるようになって、はい、そうすると、まあ、調律師もどんどん養成しなくてはいけない時代になって、うん、まあ調律がなんかいろんな調律法があるとそれを全部調律師に押し込むというのも大変ですので、うん、そこでまあなんか一つ調律その一つ決めようみたいな、まあ、メーカーサイドの考え方で。はい、もうその頃にはもう平均率がその周波数とかそういうもう計算でその作れるようになってたので、うん、平均率が普及していったということで
ですね。なるほど。結局こう楽器としてのピアノの発展と、まあ、調律との歴史っていうのが足並みが揃ってるっていう状況があって、うん、そうですね。はい。でまあ、量産が変化のきっかけになったっていうのはあの展覧会のあの中で扱うデザインの動向とも通じるのかなというところでしょうか。そうですね。はい。じゃあちょっとここで展覧会のお話を最後にちょっとさせていただこうかなと思います。今展覧会開催しておりますのが交換するモダン機能と装飾のポリフォニーということで、先ほどからお伝えしている通りなんですけれども、1910年代から30年代のデザインの動向を紹介する展覧会で、この時代のパリでは、まあ、あのアンサンブル展示といって、あの室内を、まあ、一式全部であのセットにして紹介するとかセットにしてプレゼンテーションするっていうのがあのすごく重視されました。またこの時代はそうやってこう一個のお部屋の中で、椅子だけとかカーテンだけとかじゃなくて、椅子もカーテンもテーブルも人が着る服も食器も全部ひとまとめにして一つのあのデザイン理念に基づいてプレゼンテーションするっていうのが大事だったので、全部を一人でやるっていうのはなかなか難しいので、いろんな人たちがこうその一個の作品に力を貸して協力してやるっていう体制ができたんですね。なので、アーティストたちがその場であの交流したりコラボレーションしたり、また素材とか技法とか考え方が混ざり合う、そういう場ができました。で、展覧会の中の第一章であの重要な役割を果たすのがこちらのポール・ポワレというファッションデザイナーでありながらインテリアなんかも手掛けた、まあ、総合的なプロデューサーのような役割をしたアーティストだったんですね。で、彼はファッションブランドでは初めてとなる香水を作りました。で、この香水っていうのはあのまあ言ったらこう空気に香りをつける人だったりね、空気に香りをつけるものなんですけれども、お部屋の中で空気って、まあ、目には見えないものですけど確かにここにあるものとして存在していて、でそういうものまで意識したっていうのがポワレのすごいところかなと思うんですけれども、ポワレはあの音楽についてもあの同じように重視していたのではないかと思われるところがあります。で、彼は音楽会を開いたりパーティーを催すなど音楽との関わりもすごく深いアーティストでした。で、ポワレが昔、お店をしていたところ、もともと持っていた建物を1911年に引っ越すんですけれども、もともと持ってたところを今度はギャラリーの人に貸し出して、そこで、現代アートのギャラリーがあの長くその場所でやられることになります。ギャルリーバルバザンジュっていうんですけれども、その中では美術展じゃなだけではなくて詩の朗読会だったりとかこう音楽会だったりとか、絵画と一緒に音楽をあの聞いたりとかされていました。で、この中で皆さんもご存知かなと思うんですが、エリック・サティという作曲家が作品を発表しています。で、彼はこのギャルリー・バルバザンジュで1920年に、家具の音楽、まあ、もうまさにという感じですが家具の音楽というタイトルの、作品を発表しました。この当時のその例えばもう絵画とかもインテリアの一つとして考えるというような考えがこの当時あったわけですけれども、音楽も家具の一つ、お部屋を彩る要素の一つとして、意識されていたというこの時代特有の空気感を感じていただけるかなと思います。展覧会の説明はこのくらいにして、第2部ではこのサティを含みました同時代の作曲家たちの演奏を皆さんにたっぷりと、ご堪能いただきたいと思っています。で、休憩の間ですね、もしよろしければこの古典調律にあの調律してあるピアノを触っていただくことできますので、あのよかったら触ってみてください。消毒の道具も用意してますのでご安心いただいてお触りいただければなと思います。25分からまたスタートしますので、近くなったらご着席ください。
それでは一部はここで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。そしたら、2部はちょっと演奏の方で聴いていただきたいと思います。最初にお聴きいただきたいのが、さっきあのポール・ポワレの、お話の中でも出てきましたけど、サティの曲をちょっと最初の方をやってみたいと思います。サティの曲の中でもちょっとこの曲はそんなにメジャーじゃないような気がするんですけど、いろんな言い方があって、これフランス語だと本当はどうなんですか、これなんて訳して、いろんな言い方があの日本語訳出てて、嫌な気取り屋のための上品なワルツっていうヘンテコリンなタイトルがついてたり、まあ、嫌なとかいやらしいとかキザなとか書いてあるからちょっとヘンテコリンなタイトルなんですけども、なんかメガネをなくしちゃったっていう物語が先にこう書いてあるらしいです。僕ちょっと言語の方が分かんなかったんですけど、1ページぐらいで終わっちゃう曲なんですけれども、ちょっとアレンジして膨らまして、ピアノソロの曲をこうやって2人でやる形にちょっとアレンジしたものを聴いてください。
がとうございました。改めてご紹介します。使いバイオリン辺見康隆さんです。皆さんこんにちは、僕はあの島根県民ですけども、増田っていうのはあの隣の県みたいな感じ で、そうですね、ほとんど来ることがないです。なんですけども、あの本当グラントワさんっていうのは本当あのいつもすごくあの面白そうな企画展をやっておられて、あのとてもあの羨ましく思っているところで、昨日ねこの展覧会を見せていただいてすごく面白くて、あのまあその時代っていうのは本当こう、まあ、いろんなことが変わっていった時代で、まあ、戦争もありましたし、まあ、その中で、まあ、あの僕たちは音楽なので、それをちょっと音楽で今日はねあの表してみたいと思うんですけども、そうですね、ちょっとバイオリンのチューニングのことを言ってもいいですか。はい、お願いします。あのピアノはいろんな調律ありますけども、バイオリンっていうのは基本4つの音しかないんですね。4つの弦、それらみですけども、これで後の音っていうのは、弾きながら合わせていくんですね。まあ、あのバイオリンの場合は、本当にこう自分で音を作るんですけど、音程を作るんですけども、押さえた瞬間にいいところにって入る感じなんですね。なんかもうだから本当耳を本当あの集中して、弾かないといけない楽器の一つではあるんですけども、まあ、実はあのピアノにもあのそういう耳が大切です。多分今回も歌島さんもいろいろ悩んでおられましたけど、あの実はあの一番向こうにある一番現代の平均率っていうのは全部濁ってるんですね。それが皆さん あんまり気づかないだけで、それで、このバイオリンっていうのは純正で合わせるんですけども、まあ、ちょっと細かい話なんですけど、チューニングするときに、僕はラの音を4セントだけ高くチューニングしますっていうのも、この4セント、この音高くするとこのレが2セント高くなって、このソが純正よりも2セント、ソがぴったりゼロになるんですね。なんで、まあ、バイオリンの場合ちょっと音の高い楽器なので、音が低くなるよりも、その方がいいということで、その代わり一番高い弦は6セントっていうのは、半音を100にやった時分けた時の 6% 分ちょっと高いんですね。なんで、まあ、皆さんの耳をごまかすために僕たちはいろんな苦労をしているんですけども、まあ、今日は昨日ここに来て3台並べてみて、バイオリンのチューニングまずすごく困りました。っていうのもそれこそ正解が全くないんですね。神様すら知らないっていう、まあ、皆さんをごまかすことしかできない、神様をごまかすことしかできない、そういうまあ、本当こう悲しい世界に生きてるんですけども、まあ、今日は結論として僕はやっぱりラで合わせるといいってことが分かりまして、ラがこっちはだいたい 440Hz ぐらいですね。向こうのピアノは 442Hz ぐらいなんですけども、キルンベルガーで弾くときはラを440で合わせて、それで、全部の弦をチューニングしていくと、なんとなく一番ごまかされる調律になります。それで、向こうの平均率は 442Hz にラを合わせて、それであと、合わせると、まあ、ごまかせるようになります、ね。まあ、多分音楽関わってない人聞くと何言ってんのか分からないと思いますけどねでも本当こう抑えると、ピアノなんかは、まあ、僕も最近古典調律こう触れさせて、まあ、日野さんのおかげでたくさん触れさせていただくようになってから、あ、ミって言ったってミにもいろんなミがあるんだっていうことを、こう今頃になって、こんな音楽で30年40年やってきてるのに全然知らなかったと思って、だからよくね、なんかピアニストはなんか音感がデタラメだとかなんかこう言われたことがあったんですけど、なんでそんなひどいこと言うの、一生懸命やってるのにと思ってたんですけど、こうやって辺見さんの話とか、昨日もこういうのに合わせるのにものすごい時間かけましたよね。でやってると、あ、やっぱこうメロディー楽器ってこうメロディーで歌うときはちょっとここを高くするとか、ここがちょっと低いとかあったり、ピアノはじゃあ和音で弾くときとメロディー弾くときとだと、ちょっと和音のときは
この音を弱く弾いた方がいいんだとか、実は細かいことがいっぱいあったっていうことを改めて言いました。これから増えましたね大変でしたね、はい、いや譜面だらけになっちゃったですけど、ね、はい、あの次はあのバイオリンと、あの元々バイオリンとピアノのための曲ですね、はい、まあ、このサティ、エリック・サティ、あのこう人をおちょくるのが好きな人で、あのその家具の音楽というのもそのまあ、家具とか同じようにその空間に音楽があればいいみたいな、まあ、あの絵があると同じように、まあ、それとかあの、壁紙の音楽っていうのが一時あのギネス記録にあったんですけども、あの視聴者だったかな、うん、それの壁紙を音楽にしてっていうのも、壁紙って同じ模様なのでずっと延々と同じことが繰り返されるんですけど、うん、まあ、そういうあのおちょくったような曲があるんですけども、うん、次の、サティのバイオリンとピアノのための、右と左に見えるものメガネなしでっていう曲なんですけども、うん、1曲目が、これなんだっけ、偽善的なコラール偽善的なコラール2曲目が筋肉質のフーガ、アンチュー模索のフーガです。2曲フランス語読めてない、アンチュー模索のフーガ、それで3曲目が筋肉質のファンタジーですね、はい、そういうひどいタイトルです、変なタイトルの曲なんですけども、これ、前に日本でサティの研究家として有名な高橋明さんっていうんですけども、彼女と一緒に演奏した時はもう普通の平均率で演奏したんですけども、これは今日は、キルンベルガーの、調律でやるので、これはまあ、平均率でやるよりもすごくあの最後とか綺麗にハモるはずです、僕 の技術が確かならちょっとわからないですけどいつもと違う感覚で弾いてるんですけども、お聴きいただきましょうか、はいはい、
これもう本当サティも本当演奏家おちょくりの曲で、あの16分符の間にミュートをつけろっていう指示があるんですね。それを今日は失敗しました。はい、まあ、あの失敗もあの成功のもとですので、これからこれってなんかわざとそうなるように作ってるみたいな感じですよね。はい、ね、あのみんなにこうおちょくるのが好きな、うん、多分人だと思う。大慌てするのを楽しむ、はい。はい、まあ、あのこういう面白い曲を、書く人なんですけども、そうですね、あの今最後の音が、この曲は破調調の1の和音、うん、あのまあ、コードで言えば C なんですけども、これをピアノでやるときはバイオリンって本当に困るんですね、うん、あのっていうのもドミソのミの音っていうのが一番あの平均と違う音で、ちょっとこれドミソではできないんですけども、ちょっとこれで音出してみましょうか。あ、そうですね、じゃあちょっとそっち普通、あ、あ、これ両方出せるんですけど、あ、ミの音がこれだいぶミの音違いますよね。これがあの一番 の問題で、そのバイオンっていうのがあるんですけども、一つの音には、2倍3倍4倍5倍もう全てのこう周波数が倍の音が含まれてるんですね。それをちょっと引き出す方が、ハーモニクスって言うんですけど、ちょっとドではないのでソでちょっとやってみますけど、この音の中には2倍3倍4倍5倍6倍7 8 9 10 11 10ちょっとここら辺になると倍にきついんですけども、まあ、そういう倍だん、あと周波数は倍倍倍になるのに最後の方は音がほとんど変わらないんですね、まあ、そういうからくりがあって5倍音っていうのがドミソのミの音で、それは、純正でそれを重ねていった時のミよりも、まあ、さっき言った100の中の 13%、 14%、 13.7 かな、 13.7%パーセント分ずれてるんですね。それを何とかしようとしているのがこの昔の調律の仕組みなんですけども、あの、まあ、そんな感じで最後の音はこれキルンベルガでやると気持ちよくあの響かせることができました。あのミュートが取れたおかげで皆さんもよく聞こえたと思うんですけどもあの普通の平均率のピアノでやるとこんな綺麗な響きは出ないんですね、まあ、そういう面白さがを、あの今日は耳を本当一番こう鋭くして聞いていただかなくてはいけないですけどもそういうあの密かな楽しみをあの皆さんも感じていただけたらと思います。そうですね、じゃあ次の曲いきましょうか。次の曲はですね、やっぱその、この当時の、割とパリでパリにやってきてた、バレエリウスっていうあのバレエ団ですね。であの有名なところだとやっぱストラヴィンスキーかな、ストラヴィンスキーとか、まあ、ロシアものとかを持ってきてあのパリで公演をしている中で、まあ、もちろんこうすごいいろんなセンセーショナルなことがあったと、あのすごい、まあそうね、春の祭典ってご存知です、ストラヴィンスキー。なんかもうあんまり観客がブーイングして音が聞こえなくなって、あのダンサーが踊るの大変で横でこうやって手拍子して合わせてって大事だったぐらいセンセーショナルなことがあった、まあ、そういうバレエ団ですけども、あの、まあ、そういうのに関わっている、まあ、作曲家ということで、まあ、よくご存知だと思います。ラベルの、マメルロアっていうマザーグスの、題材をに曲をつけたものの中から、これは森の美女のためのパバーヌかな、眠れる森の美女のためのパバーヌっていう曲をやっぱりちょっと膨らましてありますので、ちょっとお聴きいただきたいと思います。
ありがとうございます。あ、今度、あ、いや、どっちでやるかまだ決めてないですよ。あ、そうでしたね。そうでしたね、はい、うん、はい、じゃあマメルローもお聞きいただきましたけど、ちょっとね、さっきやったみたいに少し聞き比べっていうのをしていただきたいんですけども、もう一曲、やっぱそのバレリウスに関係しているプーランクっていう、フランスの作曲家がいます、そのプーランクの愛の小道っていう、まあ、この曲はもうなんかほぼシャンソンだと思いますけど、クラシックの曲っていう感じがあんまりしないんですけど、でこの曲をちょっとこのキルンベルガーと、こっちの平均律と両方でちょっと触りの部分だけ弾いてみたいと思います。でちょっとお話あれですけども、このキルンベルガーでこの曲はですね、フラットが、最初はシャープが4つ、それから途中からフラットが5つついて、この調から始まってしまうので、どっちかというとちょっとよれた感じがするところがあります。で平均律だとそのよれがなくなるので、そのどっちがお好みか皆さんにちょっと決めていただこうかと思います。じゃあちょっと原曲のキーで最初ちょっと触りだけ弾きますね。ほとんど変わりませんので本当よく聞いてみてください。僕は弾きません。はい、単純にピアノが新しいっていうのもあるんですけど、もう一回やってみましょうかね。なんで今辺見さんが拍手したかっていうと、素晴らしかったですよ。今はちゃんと僕も耳も騙してくれました、はい、この3度の音がですね、最後の和音の音が、こうやってこれ皆さんにでも誘導尋問してませんか。誘導尋問してるけど、この音強く弾くと非常にこのちょっと聞いちゃない和音の音が出るので、和音には役割があって、その最後の、ドミソン聞こえる和音も実はシのシャープっていう役割なんですね。それがこれドなので、ドなのにシのシャープを弾かないといけないために、この調律では無理なんですよ。ということで、皆さんどっちが良かったですか。それじゃ決まらない。ただその調律の全体の雰囲気も聞いてもらいたいんですよね、どうだったでしょうね。ついついこのことを言ってしまいましたけど、でもこれが好きな人は好きだって言ってくれれば全然いい。現代曲の世界にいざないますので、もう一回だけ両方聞きますね。もう一回耳をダンボにして聞き、
でも今の弾き方だったらこっちの方が落ち着いてる感じがして僕は好きでしたね。僕の演奏の仕方のせいということで、あのファイナルアンサーです。はい、じゃあ皆さん、じゃあこっちの方が良かったと思う人手を挙げてください。あ、結構多いかも。じゃあこっちが良かったという人。あ、割合ちょっとマイノリティだったかもしれません。じゃあ今日はこっちでこの曲はやろうと思います。あのチューニング変えなくてよかったのか。よかったですね。でもやっぱり一応フォローしておきますけど、マイノリティの方、あの僕らはリハーサルの時はこっちでやってましたからね、あの平均率の方だったんで、ね、辺見さんはこっちの方が好きなんですもんね。でも今の演奏だったらこっちの方がいいですね。それ僕のせいですね、はい、じゃあ調律と関係ないじゃん。いや本当に難しいんですよ。あの、今はあのその外れた音をめちゃくちゃ柔らかい音で弾いて、それでその響きは和音が綺麗に聞こえたんですよ。なんでこういうのがあの音程のいいピアニストですね。なのであの全部の音お願いします。
ありがとうございました。非常にはパリっぽいっていうか、フランスのなんか古き良き時代な感じがね。あのすごくあの今日これこの調律で弾いたのは今日でか今回初めてですね。初めてなんですけども、あのすごくやっぱり古き良きこうなんかこう時代を感じましたね。ねなのであのこのプランクは多分もしキルンベルガーでやったんじゃないかなと、もしかしたら思います。はい。あの今日はあの僕たちマイノリティでしたけども、はい、やっぱあのマジョリティが正解かもしれないですね。はい、なんで弾きながらそう思いました。はい。なので今日は平均線の一曲だけ、あ違うか、まあ即興これからはね。はい。はい、あのちょっとチューニングを変えるんですけど、その前に次はシェーンベルクっていう作曲家の作品をやろうと思うんですけども、うん、これは。ちょっと話しても大丈夫ですか？お願いします。あのちょうど1900年の初め頃っていうのはあのクラシック音楽界もすごいあの混沌とした時代で、もう本当にそこまで、和音の音楽ですね、和音の音楽がもう出尽くしてしまって、その作曲家が自分の、アイデンティティをこう見せるにはどうしたらいいかっていうのをすごく考えてた時代で、それでシェーンベルクっていう人が初めて、何調にも属さない曲を書こうと思ったのがちょうど1900年代に入ってからなんですね。なんで、今回の展示も結構ウィーンの作品がたくさんあるんですけども、ちょうどその頃にシェーンベルクっていうのは、どの調にも属さない作品、無調の音楽を、作ろうとしていました。それでこれから演奏する曲っていうのはちょっと後の時代の曲になるんですけども、そのシェーンベルクが確立した12音技法っていう、技法があるんですけども、その、技法で書かれた曲です。その12音技法っていうのはそのどの調にも属さないために、そのピアノのドからシまで12音あるんですけど、うん、 これはい、この12音を全て均等に使う、そうしたら、どの調にも属さない曲ができるんじゃないかって思って作った、その12音技法っていうのがあるんですけども、これはその今回のまああれですね、結構その家具とか壁紙とかそういうの美術品とかそういうの結構統一する、そんな感じで、もう本当決まりきったパターンっていうのはセリーっていう12音を一つの模様を作るんですね。それをでフレーズにしていって、それを一つの曲に一つの部屋に閉じ込めて、いろんな、まあ機能を持たせて、ちょっと柔らかいフレーズ、激しいフレーズ、そういうのを、盛り込んだ、曲になります。それで、これから演奏する曲は本当シェーンベルクがその若い頃に確立した曲を作品を、晩年になってもう一回しっかり残そうとして、バイオリンとピアノのために作った曲なんですね。それを今から、まあこのキルンベルガーではなく古典調律じゃなくて今の調律ですね、多分、シェーンベルクが見たであろう未来の、まあその頃も多分こういう本当に12平均律っていうのがあったと思う、 あったと思うんですね。なんでこれはまあこれ12音技法っていうのはこの平均律の12平均律でしか、演奏してはダメだと思うので皆さんの意見は聞きませんのでこっちのピアノと演奏したいと思います。ちょっとじゃあ調弦をする前ちょっとお待ちください。
ありがとうございました。なかなかハードな曲です。なんて喋っていいか分かんないですね今ね。はい、じゃあこんな感じで、はい、この十二音技法っていうのってなかなかこうメロディーがはっきりあるわけじゃないし捉えにくい曲かもしれませんけど、まあ、こういうアバンギャルドというかちょっとね今までの既存の概念からちょっと外れたようなものっていうのがやっぱこの当時いろいろと挑戦されて、まあ、出てきたというか。そうですね、まあ、すごく構築的な音楽で、バッハもそうなんですけども、バッハも本当建築のようにきっちり設計図があってできてるんですけども、このシェーンベルクの十二音技法っていうのも本当建築っぽくて、なんかこう設計図みたいなんですね。なので全ての音が均等に扱われているので完全に無調っていう、当時はそういうふうに言われてたんですけども、うん、僕からするとこれは十二音技法の調があるっていうふうに感じるんですけども、なんで皆様 この手の曲をたくさん聴かれると、この辺のなんか大敗的 なんかその戦争が全、ね、初めての世界大戦があって、なんかこう世界中が混沌としている、そんな古い大敗的な世紀末的な、世紀末ではないですけど、こんな印象の曲が大体十二音技法の曲だなっていうのが分かってくると思いますけど、なかなか聞く機会がないので、まあ、でも今は YouTube とかでたくさん聞けますので、ぜひお聞きになってください。でも多分生がいいですよね、多分ね。そうですね、はい。ね、ではというところでですね、僕と辺見さんは2人で演奏活動を 何度かさせていただいてるんですけど、自分たちの得意技というか、ある意味で即興演奏っていうのを得意としているというか、ね、毎回いろいろ面白いことを挑戦してやるんですけど、今日はまだ作品やっていないストラヴィンスキーの、メロディー、ストラヴィンスキーのメロディーというかな、さっき言った「春の祭典」っていう曲があるんですけど、それの中のフレーズであったり、チラシにも書かれてますけども、ドビュッシーとか、それからまたやっぱりサティとか、そういうフレーズをちょっとごちゃ混ぜにしてですね、ちょっと即興で2人でちょっとその、何ですかね、その混沌といえば混沌だけども、そのこの展示会のタイトルにポリフォニーってありますけど、なんか混在して変、こういろんなものがこう共存共栄じゃないですけど、こうなってった一つの時代の空気みたいなものに対するオマージュというんですかみたいな感じでちょっと演奏してみたいと思います。辺見さん何か。はい、その通りで、今回展覧会、皆さん見られましたかね。本当は見てから来ていただくといい感じになったと思うんですけども、フランスとかドイツとかウィーンとか、そういう流れを勉強した方が日本人でもたくさんいらっしゃって、そういう方の展示もあって、僕たちは西洋の音楽を扱いますけども、今の現代の日本人がこうそれを扱ったらどうなるかっていうのを、僕もどうなるか分かりませんけどお聞きいただければと思います。では、僕たちの、即興演奏をお楽しみください。
Thank you.
ございました。いろいろ混ぜてみました。楽しんでいただけたでしょうか。じゃあこれにて本当は終わりのつもりでした、はい、終わりのつもりだったんですけど、昨日ここに来て展示を見て、うん、まあアンコール的にもう一曲やりたくなったので、うん、演奏させていただきたいと思います。その今回 の, そのヨーロッパで勉強した方の一人で斉藤和夫さんという人が、うん、お忙しい方はすいませんそう電車があるんです。ありがとうございます。あ、結構伸びちゃったんですね。そうですね。すみません。あ、じゃあもう短くやりましょう。短くね。はい。斉藤和夫さんっていう人がいるんですけども、その方は、まあ、いろんなデザインをされてるんですけども、まあ、有名な曲は1曲だけ作曲もしておられるんですね。うん、その曲を昨日見つけて、それで急遽演奏しようかっていうことになったんですよね。で、展示見られた方の中だと浴衣のデザインをされてて、すごいかっこいい浴衣。ね、僕ちょっと欲しいなってあれこう壁に貼りたいななんて思ったんですけど、ね、でも曲は非常に純和風な、曲で、はいはい、ボニー・ジャックスがカバーしたりなんかしてる、世代が分かる人の世代が限られますけど、ふるさとのというミキ・ロフーさんの詩に、メロディーがついた曲をお送りしたいと思います。斉藤和夫さんのふるさとの。
ありがとうございました。ヴァイオリン編入安高さん、ピアノいたしまいましたでお送りいたしました。ありがとうございました。いいですか。はい、じゃあシーンが変わったりすると、ガラッと変わるような感じがして、面白い。